メンターの教育ってすごく必要なんだなって思って、聞き方がわからないとか自分もできてないのにってやっぱ思ってる子がすごく多いので、そこの見極めが難しいなって思いますね。たまたまそういうのが上手な先輩がいる店舗とかだとうまくいってたりとか。本当に今の時代って何が一番怖いかって病むってことだと思うんですよ。メンター役病みそうじゃないですか。逆に病むんですよ、ね、でメンターのメンターメンターのメンターメンターのメンター結構ややこしいですね、はい、そうなんですよ。はい、ということで2つ目の記事はボブログさんからの記事になります。美容師という環境では人にまつわるモヤモヤが日々起きてますよね。さらに労働集約型産業である美容室では人が辞めてしまうことでのマイナスは非常に大きい。それが AI に負けない武器でもありつつも、多様な価値観を持つスタッフたちの教育はとても難しいものです。そんな悩みを持つ現場のリーダー、店長、未来のリーダーたちに知ってほしいのがメンター美容師という概念。今回の記事ではメンター美容師に必要な5つの心について紹介されましたというボブログさんからの記事になります。はい、ここでもね、なんかちょっと AI という言葉が出てきてますが、はい、これに関してはね、まあ、皆さんも人材についていろいろ考えとかあると思うんですけども、まずここの辺夏美ちゃんですかね、はい、なんかメンター的な雰囲気すごいバチバチ日頃から感じるんで、ここはメンター夏美としてはどうですか。そうですね、メンター夏美からすると、うん、やっぱり本当にアルバムでも、うん、まさしくその新卒の子にやっぱりメンターをつけようっていう話になっているので、しかもそれがその毎日変わってたりとか、じゃあ今日この子のメンターは誰々でっていう風にすることで、まあ1日を通して振り返りと反省、目標から全て見てあげるっていうところをつけようってなったのも、やっぱりもともとそういう制度がなかった時に相談できる人がいないっていう風になった問題点がやっぱ上がってきたところから、じゃあメンター制度って取り入れた方がいいよねっていう風になったので、本当に今とっても大事なところなんじゃないかなってすごく思うんですけど、でもまさしくロンドンの方があれですよね、アカデミーの。そうなんですよね、はい、このボブログさんのも弊社 の共同代表の会が担当させていただいてて、うん、もう書いてある内容がなんか本当に今まさによく上がってきてるような内容がすごく多いので、一番多分刺さるんじゃないかなと思いますね、うん、アシスタントの子とか中間層にも。当たり前にもメンター制度っていうのは大体の人はやってるものなんですか。ちょっとうちは恥ずかしながらちょっとまだ全然そういうのやってないんですけど、うちが創業当初からその店長っていうのではなくてコミュニティマネージャーっていう管理職にしてるんですよ。だその店舗っていうコミュニティを円滑にこうコミュニケーションを取って、まあ、まあ本当に内容で言うとメンターっていう感じです、ね、そうすることで離職を下げるっていうやり方をやってるんで、まあ、本当に今の時代って何が一番怖いかって病むってことだと思うんですよ。だいたいやっぱり病むじゃないですか。病みますね。で診断書持ってきて休みいただきます、うん、で辞めるみたいな流れ多いと思うんですけど、やっぱりそれになる前にやっぱり会社としてはそういうメンターを育てるっていうので、まあ、うちは管理者はコミュニティマネージャーっていう Google が採用してるんですね。それがちょっとヒントでうちはやったんですけど、やっぱりそういう教育もしないといけないじゃないですか。結局ファシリテート能力とかがいるじゃないですか。店長だと教えるとか上からになっちゃうんで、逆にした方がまあメンター的な役割になるんじゃないかなっていうのは、うちはそれは当たってるのかなと思います。メンターっていうのはなんか具体的にどこまでをこうフォローアップするっていう感覚なんですか、うん、どこまでをって具体的に美容にまつわるね、うん、その悩みはもちろんなんですけど、まあ、やっぱその子らしく生きれるように前向きにしてあげることだと思うんで、これっていう定義はないんですけど、基本的に悩みを聞きやすい環境を作ってあげるっていう感じ で、まあ、風通しを良くして、うん、ほんで、まあ、僕のとこまで上がってくるように、だなんかこう昔勤めてる時だったらもうなんか店長に呼ばれて面談してみたいなんじゃなくて、日々のサロンワークの中から情報こう上がってくるような感じ。これなんかメンター役やみそうじゃないですか。逆にメンター役、お前どこまで俺に相談してくんねんみたいなやむんですよ、ね、でその何でも言ってくんなよみたいな。メンターのメンターメンターのメンターメンターのメンター結構ややこしいですね。そうなんですよ、メンターのメンター、トップオブメンターやってます。ね、それは精神科医の精神科医もあるような感じ。なるほどね。そうか、本当ですね。はいはい、メンターもやっぱりそのおっしゃる通り病むっていうのは、ね、事例としてあるらしいですね。やっぱそのまあメンターの仕事、まあ僕は語れるほどそんな詳しくはないんですけど、まあそのメンタリングする子の心理的安全性を上げてあげるみたいな。
なんかまあこう所属感とか居場所作りのような、まあ、そういったものをまあ社内の機能として、なんかたまたまそういうのが上手な先輩がいる店舗とかだとなんかうまくいってたりとか、店長が傾聴力が強くて歩み寄れる性格だと意外といいみたいな、っていうのをあのちゃんとこうまあ、その仕事化するというようなのが、まあ、昨今必要とされているという感じなのかなと思います、ね、はい、それでも結構適性ってすごいありますよね。僕は向いてないです、ね、僕は全く向いてないです。僕はもう多分メンターをしたら多分離職率上がると思うメンターなってねえじゃねえかよみたいな感じになると思うんで、まさに適性があの問われる。そうそう、ね、だからこそ女性の時代やなって思ってるんですよ。最近女性を役員に一人挙げたんですけど、その子がすごいそういう役割をしてくれていて、その各店のマネージャーのケアしてくれたりとか、そうすごくだから女性の方が得意じゃないですか、そういう聞いてあげたりとかなんかしてあげるって。男って難しくないですか、特に女性スタッフとの距離感とかも難しい、ね、どこまで聞いていいのかとかってなると、やっぱ女性がやっぱ管理職に上がっていくとか、メンター的な役割になるのはまあこれから重要なんじゃないかなと思います。夏美ちゃんとか結構ね気合でみたいなタイプだから、私も多分マキさんあんまりあのメンターに向いてないタイプというか、いやそれは気合いしようってやっぱなっちゃうんですけど、でもやっぱりあのメンターの教育ってすごくなんか必要なんだなって思って、あのみんながやっぱできたらいいけど聞き方がわからないとか、どういう自分もできてないのにってやっぱ思ってる子がすごく多いので、だからなんていうんですかね、こうそこの見極めが難しいなって思いますね。本当に僕らの業界って教育産業じゃないですか、で先輩が教えるとかってあるじゃないですか、でも教える教育を受けてないじゃないっていうとこが僕最近すごく引っかかって、だからコーチングティーチングの勉強っていうのをもっと当たり前に普通の企業だとあるじゃないですか、それを踏まえた上でやらないと、やっぱりこう何か摩擦が生まれたりとか、教えれる技術も教えれなくなっちゃうというか、だから本当にまあこういう内面的なことに注目が集まってるというのは、僕は業界としてはすごくいい兆しなのかなと思います。なるほどね。まあ、でも一方でさっきの AI の話もそうですけど、まあ、それも結構教育の賜物で育んでいくんだとしたら、それもちょっとこうなんて言うんだろう、メンターのケアの仕方っていうのは結構こう一定のこう勝ちパターンみたいなのって結構あったりするわけですよね、多分ね。まあまあそうですね、大枠は。そうですよね。だそうするとなんかこう個性が育ちにくいみたいなのってあるのかなってちょっと思ったんですけど、まあ、そこなんか人ってこうしたら嬉しいよねっていうのはなんか世界共通であるのかなと思う。でもなんかすごい塩対応の人がたまに優しいのがいいみたいなところもあるじゃないですか。いやそれはありますね。むっちゃこの先輩いつも厳しいのにラーメン屋でもかります。そう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 。ラーメン屋でのなんかちょっとした笑顔見れた。そう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 。そこにこう確かな確固たるこうなんか関係性が生まれるみたいな。それ言われるとあるじゃないですか。なんか日頃から優しいって、なんか逆に効果出ぬ、出なくないみたいな。まあ優しいだけでまあちゃんとヒアリングしてあげるとか、なんかこう、承認できてるっていう状態。さっきおっしゃっていただいたあの心理的安全性っていうのを。っていう意味ではいいのかなと思うんですね。まあ、あと僕難しいなと思うのは、この美容室においてはそのやっぱり何を言うかもありますけど、誰が言うかもちろんあるじゃないですか。でこのメンタリングに関してももちろんそういうことが言えるなと思っていて、美容師の能力としてはそんなに高くない、ぶっちゃけ言うと売り上げが高いわけじゃないみたいな、リターン率も高くないしみたいな、けどそういう人の方が意外と人の痛みが分かるパターンってあったりしますね。パターンもね、やっぱり売り上げがあって可愛いを量産する人ってちょっとドライなところもある。やっぱりこうだいたい性格が歪んでますよね。偏見です。まあでもなんかそういうのもあると思うんですよね、僕は。でそうした時にその先輩としての美容師の先輩としての背中を見せられてない人が、あじゃあ役職としてじゃあメンター作ったからって言って、もうなんかいまいちその人にメンタリングされても、そうですね、実はこうそうですね、もう前が言うなみたいなところですね、っていうのがあるので、どこかこう関係ない店舗の人間たちをこう同じ店舗で悩み相談を受けるんじゃなくて、違う店舗で悩みを受ける、複数店舗ある場合はとか、あとはこうできるだけ現場をこう、退いてきたポジションの人がそういうのに当たった方が、やっぱ現場で一緒に働いている人が直接そういうふうに
なるのは難しい、まあ、後輩の見られ方も含めてもそうですし、あとは本人のやっぱ市場も入るじゃないですか、はいはい、そうですね、やっぱり今日こいつめっちゃ手伝ってくれたなとかこのいつもめっちゃなんかしれっと今日してたなみたいな、っていうか遅刻してきたし、お前そのくせ俺営業部相談のんのとか、で、ね、市場も多分やっぱ入ると思うんですよ。だそういうのをやっぱりこうフラットにして向き合える人っていうのがポジションとしてはふさわしいのかなと、ね、いやそんな仏みたいな人いますか難しいと思いますけどね